8回戦の1ラウンド、佐賀マシラッ9の8回戦第1ラウンド始まって、ここまで黒7戦全勝6撃としています。よいしょ。今日のコーナーはフィリピンから伊藤団長です。さて、石井にとっては自分の実力を見せるような試合になりますね。そう、ナイス。相手との距離を近くして自分の攻撃をどこまで通用するか探っていきたいという話をして、このコーナーは伊藤団長の一種の人権を非常に攻撃力があります。橋本さん、石井、そういった中でのプランですよね。そうですね、まあ、キャリアのある選手なので、そのキャリアね。はい。で、ここに選手、海外の選手に対して、ラウンド以内にしっかり倒していく、その勢いのままに右のフックだ。このミニオム級という階級では、通用、そしてアジアのトップも取ったという、伊藤ロッテに、どこまでパフォーマンスとして見せていくことができるのか。浅松屋のモコンドラ。そういったところを見てください。しっかりとガードしています。左フックです。おい、おい、シェッ。しかし、打たれても打ち返してくるというのがリトダンテ。左フックです。9、8回戦、石井武の初めて世界ランク。自分の良さを中国出してると思いますね。しかしここリトダンテ振ってきます。いや、パワーありますね。そうですね。やっぱこういう、自分が打とうとするとナイス、グラピーディキルケスバッディシーワンで打てるときは大丈夫なんですけど、自分が打とうとすると、やっぱカウンターに入って、マッチになってしまいますので、ここも考えるんですよね。静かに入るタイプだと思うリトダンテ。しかし、第2ラウンドから、橋本さん、手数も増えてきましたかね。積極的に左、ジャブを流していきます。左から右、注目してますね。おい、ナイス。これはどうしていくか。おい、第1ラウンド、そして第2、第2ラウンドの相手の印象を受けて左のボディです。この左のボディが一つ、おい、一方でリトダンテも左右のフック、左右のボディというのを得意としています。相手と気を引き締めて送り出していました。先生の左右の力強いですね。うまくあのロープに詰まって、うまくロープを利用してるんですね。はい、全部の体を動かして広げてるってことがありますね。今考えてる最中ですね。この左です。3発左ボディだ。ランカボディは有効的ですよね。あれなら先端成功案断定早い。おい、右を合わせた。あのもう見えました。ミニモム級8回戦第3ラウンドです。ここはガードで少しプレスを強めてきた印象があるのが石井武左ボディです。ここはあの前にどうという状態を感じているのか石井武。そして右フック、リトダンテのこの左のジャブで距離をここまで韓国の選手相手にもしっかりと倒していきたいと思います。し全日本新人王を獲得して海外の選手との経験、そんな話もしていました。左のボディ、さあ、はい、負けた試合でも倒されて負けたという試合はないという選手ですね。うまく呼吸症を発動しながらね、はい、に対して石のディフェンスはどうでしょう。あ、攻撃が最大の防御っていうぐらいの攻撃を今してますよね。あとまあガードですよね。はい、ガード高さと。その面ではそうですよね。リドランテ。次です。ナポン。ナポン。ワン。まあ、ビルダヨナ。第4ラウンドです。プレミアム。中盤戦になったような。based on Steve Parmod, Aziz Pipang, unofficial scorecard is 30-27 in favor sa Hapon ng Philippine Navy. Maybe yata to. タギムンシンディア、マシンガン、はい、
半分構えてね。構え方も気にしたら、相手の上手なトランテです。フェンスがうまいと、強化するトランテに、ここから残しラウンドを見せていくでしょうか。アサマコマティッティラモ。ここも強いパンチです。しかし、その後も距離を出すと、18回戦です。赤コーナー大橋ボクシングジムの石井武史23歳です。ここまでプロ7戦いいまいなかすぱしなんてやっぱりさらにまだ23歳まさかリサーボクソクシラボヨネスボール石井ここから第5ラウンド初めての937ピーボールオーサーポンリードガンダルからエネンス力でポイントっていうのがありますね、はい、左行く右のストレートですここもショートでピンクで、序盤からあとアッパーですよね、はい、これアッパーをうまく使い始める試合結果になっていますここも先に手を出していく、まあ、ちょっと焦りがねああいう頭を叩くような、はい、自分のボクシングにつなげていけるかアジアのトップを取ったなんてそして世界のランカーリグですここも大きなパンチ込んでいくリトガンテですここも右です右48ポチセンベンハポンラポン石井武の初めての世界ランカーでナムビアカセプテンバーここも右を伸ばしていきます左のジャブナイスナイス1、2、3、4コンビネーションつなげている印象リトガンテ第4ラウンドから、まあ、はい、石井選手のパンチの切れをうまく読んできましたよね。そういうような形で防いでいきます。お母さん、はい、どうぞ。赤コーナー、小さいです。Nag-share na ako sa boxing ko, Pilipinas. Ang tagal na ako ba? このリードガンテのディフェンス、ここでスキルを見せていきます。どうぞ。もう一回でいく。ボクシングです。向かっていく。サンボラが難しいな。ここからアジア、そして世界へ戦っていくというんだ。そう話す。石井。本当にやかお。いこらこのレッチェ。少しスイッチ気味。左に行きますね。リドランでうまくかわしていく。右フック。サンボラ選手からこのレッチェ。ここからだめだめだめ。アマトンクワン。右カードにスティッパーホード、アセンピパン58、56サラマツサイドルバイ RP、ワラーナノマン、マスターマイショポート。もちろん苦しい試合になる、そんなことは分かっていると話す石井。ワン、ツー、スリー、先に手を出すのにとなります。体にも使って相手ナイス右のカウンターに行って。中途半端にいるとカウンター打ってきますから左のフック右から残すこのラインの15分ボディです開始まずコンビネーション右を伸ばしていく左右を伸ばしていく右を18回戦アノペッションスコアにアシンピパン68-65 ジャパニーズそして経験値もある世界ランカー、ワン、ツー、スリー、ここもコンビネーション。そうです、焦ってパンチ大きくならないのがいいですよ。カウンターもらうと自分のここもコンビネーション、ワン、ツー。上への攻撃が増えてきてますね。相手を見てカウンター狙ってきています、リトランテ。必ず打ち返してきますからね。25戦のキャリア。
練習サイド倒すよ倒すよと倒す言葉が倒されないよ、そういうことからのディフェンスのところに近づくことになりますよ、近づくことするジャンプパンチ、大きくついてるんですね、あ、和田が単元に4発ポーズ、4の、ナイス、マカドンラウン、ナイス、マカドンラウン、さあ、アジアへ、世界へ、この強敵を突破させなければ、ジャパニスとかダウンのレニューがない、うん、次、プロダクトとアーリンダノ、ベリープロ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 、全8ラウンドが終了しました。 Oh, no, 8 rounds. 8 rounds. Oh, hello, no.